はい、こんにちは。ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますレンズは、ライカの、バルナックライカ用のオールドレンズとしては、定番中の定番レンズですね。エルマーの 50mmF3.5 の人道タイプスクリューマウントとなっております。はい。ご覧の通り、エルマーの 50mm ですね。でもって、こちらのバリエーションが、この、被写界深度メモリですね。こちらの刻印が赤い刻印で描かれております。通称、赤エルマー、レッドダイヤルとも呼ばれるバリエーションとなっていて、非常に人気のモデルですので、ぜひお早めにチェックしてみてください。エルマーとしてはですね、だいぶ後期の製造になりますね。シリアルがですね、ここにちっちゃく刻印されてるんですけれども、まあビデオだと全然確認できないと思いますんで、1374247とここに刻印されてるんですね。ですので、こちらが1956年のドイツ製エルマー 50mmF3.5、通称赤エルマーということになっております。はい。ライカのですね、バルナックライカ M3 が発売された後のですね、3G とかがですね、発売されて、それに合わせて、こう、製造されたエルマーということになりますね。はい。ということで、大変人気のレンズとなっておりまして、最近市場でもあまり見かけませんし、当店でもですね、この L マウント、L39 マウントですね、バルナックライカ用のマウントは最近なかなか入荷も少なくなっておりますので、ぜひお早めにチェックしてみてください。ということで、外観から見ていきたいと思います。ご覧いただいてます通りですね、まあそんなに古い、年代物のレンズ、オールドレンズというわけでもありませんので、だいぶ状態は綺麗ですね。目につくすれ、当たり、へこみなどは見られませんし、ローレットの摩耗とか、当たりへこみなども見られないですね。落下して歪んだりとぶつけたり擦ったりした跡などは全く見受けられないです。マウント部の摩耗とかもないですね。はい。このバレルの部分、振動の部分もピカピカですね。ご覧いただいている通りです。大変備品と言って差し支えないと思います。レンズも大変綺麗です。赤エルマーは、バリエーションとして前玉にですね、このブルーのコーティングがかかっているものが多いんですが、こちらもですね、ブルーのコーティング前玉にかかってますね。前玉、後玉ともに擦れ傷、比較傷、コーティングの剥離、摩耗など見られない大変綺麗な状態をキープしている個体です。中玉にももちろん曇りカビ、バルサム切れ、ちりほこりの混入などは見られないですね。ご覧いただいているとても綺麗な状態です。ゴミちり混入なども目視で確認できませんので、大変綺麗な状態キープしていると言っていいですね。撮影に使用していただいて、画像に、映像に何か、問題が出るような瑕疵は全くゼロと言っていいと思います。絞りの動きも軽快で滑らかですね。はい。このタイプの絞りはですね、ちょっと硬くなったりすることもあるんですが、こちらはとても滑らかですね。はい。引っかかりとか、固着とかないですね。油の乗りとか、はい。羽の痛みもありません。この振動もスムーズにしてますね。このロックもしっくりと閉まっておりまして、こうガタガタしたりもしませんね。はい。ピントのヘリコイドも、いっぱいまで滑らかに一定の努力で動いております。このグリス切れとかグリスの固着による動きムラ、こうスカスカ感などは全く感じられないですね。無限ロックもしっかりと効いております。付属品がこちらのリアキャップとフロントキャップ、こちらのセットでお届けいたします。はい。で、こちらですけども、バルナックライカのスクリューマウント、L マウントですけれども、こういったですね、LM アダプターというアダプターをご使用いただけましたら、
ライカの M 型ですね、 M8、M9、M10 のようなデジタルカメラにもご使用いただけますし、 M3、M4 のようなフィルムカメラにももちろん使用いただけますね。でもって別のこのアダプターをご使用いただけましたら、ソニーの α7 シリーズとかソニーの Z6 のようなミラーレス一眼でもご使用いただけるマウントとなっております。はい、でもってこのまま撮影にご使用いただいて全然問題ない状態のエルマー 50mm 赤エルマーですけれども、念のため末永くお使いいただくために、全体的な分解整備清掃調整をご希望いただける場合はオプションからお選びいただけましたら当社で格安で請け負わせていただきますので、ぜひご利用ください。はい、整備後のお届けを実施させていただきます。はい、それとこちらの、LM アダプターですけれども、レイクオールというブランド名で発売されております日本の宮本製作所という会社が製造しております、非常に精度の高いものですので、こちらが今回 10% 引きで、お付けすることができますので、こちらもオプションからお選びいただけましたら割引でお付けすることができますので、ぜひご一緒にお求めください。はい、ということで通称赤エルマーとして非常に親しまれまして人気の高いエルマー 50mm の F3.5 赤エルマー、非常に備品の個体となっておりますので、ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。